オライリーメディアによる書籍オライリーメディアはアメリカ合衆国のメディア企業ティム・オライリーが創設したコンピュータ関連の書籍出版ウェブサイト作成カンファレンスの開催などを主な業務としている表紙に動物抜き版画を使った書籍群でよく知られている日本法人はオライリージャパン1978年マサチューセッツ州ケンブリッジで テクニカルライティングを行うコンサルティング企業として出発した。1984年、複数のユニックスベンダーからマニュアル出版権を得るようになった。70ページほどのナチェルハンドバークスはよく売れたが、1988年までコンサルティングが主な事業であった。1988年、ザリブの基本的なマニュアルに関するカンファレンスを開催したとき、そこに 世界中から聴衆が詰めかけた。これをきっかけとして、出版を中心とするようになった。1992年、全世界に200ほどしかウェブサイトがなかった頃、オライリーメディアは、全編ワールドワイドウェブに関する世界初の、本ホールインターネットユーザー、S ガイドカタログを出版した。1993年には、世界初のポータルサイトグローバルネットワーク、 ナビゲーターを開設した。GNN は1995年に AOL に高額で売却され、インターネットバブルの先駆けとなった。プログラミング、パールという本は1996年に年間を通じて、ボーダーズで全分野のトップ100以内の売り上げを記録したが、コンピュータ業界での認識はまだまだであった。オライリーはパールを広めるため、パールに関するカンファレンスを開催した。 同社のソフトウェアに関するベストセラーの多くはソフトウェア業界が見逃しているトピックに関するものであった。そこで1998年、オライリーはそれらソフトウェアプロジェクトのリーダーを集めた会議を開催した。当初フリーウェアサミットと呼ばれていたが、この会議でオープンソースという用語が生み出されたことからオープンソースサミットとして知られるようになった。 オライリーオープンソースコンベンションはオライリーの主要なイベントの一つとなっている。他にも重要なイベントとしてエマージングテクノロジーコンファレンスや風キャンプなどがある。オライリーメディアは自らを世界最良のコンピュータ関連書籍出版社と多くの人に思われているとしている。実際、プログラマはオライリーの本をそのトピックの決定版とみなすことも多い。オライリーといえば 動物の基版画が表紙になっている本が有名だが、それらは同社が出版する書籍のほんの一部に過ぎない。出版業のから、同社は多くの定期カンファレンスを主催し、オープンソースコミュニティに様々なオンラインサービスを提供している。例えば、オライリーエマージングテクノロジーコンファレンスはカリフォルニア州で、オライリーオープンソースコンベンションはポートランドで開催されている。 全体として、オライリーは、同社の業務を単なる出版やカンファレンスではなく、新しい知識を広めることで世界を変えることだとしている。オライリーは、クリエイティブ・コモンズのフンダース・コピーライトを採用しており、それによると著作権が保護される期間は28年で、ある。これは、通常の著作権の保護期間に比較するとかなり短い。副社長デールドアティは2003年、 ブレインストーミングの最中に Web2.0 という用語を生み出した。これが元となって CMP メディアと共催で Web2.0 コンファレンスも開催されている。その後、両社はこれをコンピュータと情報技術の各分野でライブイベント、すなわちショー、展示会、ビジネス会議及び教育的な会議を手配し実施するためサービスマークとして登録している。 2006年5月、CMP メディアは Web2.0、ハーフデーコンファレンスが開催されようとしていることを知った。CMP メディアはサービスマークとして登録されているとして、Web2.0 という用語の使用を止めるようイベントを主催するアイルランドの非営利団体に文書で通達した。このような用語の使用を法的に制限する態度は一部で批判されることとなった。 オライリーは弁護士が早まった攻撃的対応を行ったことについて謝罪し、そのイベントでの用語の使用を許した。長年にわたって、オライリーの本といえば、各種技術のガイドである、アニマルシリーズであった。カバーデザインは、エジエ・フリードマンによるもので、彼女は、ユニックスのプログラム名が、変な動物の名前のようだと感じたことから、動物の図柄を用いたという。 原画には、ドーバー出版のアニマルズ1419コピーライト、フリーエレストレーションス・オブ・マメルズ、バーズ、フィッシュ、インセクツ、エトセトラなどのものを利用している。エド・クロールの1992年のンホールインターネットユーザー、S ガイドカタログは、世界初のインターネットのユーザーガイドの一つであった。クイックリファレンスシリーズは、ある技術をカバーするコンパクトなリファレンスである。 ある技術で使える全コマンドを掲載していたり、言語やフレームワークの API の完全なリスト、概要的な説明が掲載されている。ポケットシリーズは半径が小型で100ページ程度の本であり、様々なテーマの基本を押さえている。テーマとしては、ポッドキャストから Linux、各種プログラミング言語まである。持ち運びに便利で、検索が良いである。学習用というよりも、 単なるリファレンス用。開発者ノートシリーズは、高校や大学のノートを模した作りで、重要な考え、ポイントなどの走り書きされた傍中で保管されている。講義ノートというよりも実験ノートであり、対象の詳細に立ち入り、それがどのように動くのかなどを示している。しかし、設計や理論、実装の全体像を提供するようにはなっていない。 ミッシングマニュアルシリーズはデビット・ポグエのポグエプレスが発行したもので対象の技術についてその機能の広範囲な概要を提供するクックブックシリーズは特定技術についての汎用的なレシピ集である各レシピは特定の問題を解決するものでそれを実際にどう適用するかが述べられているヘッドファーストシリーズはオライリーが出版している他のシリーズよりも ふんだんにエアズが盛り込まれており、初学者にもわかりやすい内容となっている。日本では出版されていないシリーズとして、ノアンセスシリーズがある。これは、かなりマニアックな内容である。オライリーはシリーズに属さない本も出版している。ガラントバザールも、アメリカではオライリーが出版した。オライリーは1997年、カンファレンス部門を立ち上げた。現在では、 以下のようなカンファレンスを開催している。2005年からオライリーは機関紙メイク、テクノロジー、オンユアタイムを発行している。ハードウェアのハッキングに関する記事や、ホビースト向けのテクノロジー関連の DIY 記事が掲載されている。日本版は2006年から半年に1回のペースで発行されている。2006年秋、第2の雑誌として、クラフトが発行されている。 オライリーはこれまで他の様々な製品を販売してきた。1993年、最初の Web リソースグローバルネットワークナビゲーターを立ち上げ、これを AOL に売却した。また、同時期に旅行ガイドのシリーズと一般ビジネス書のシリーズも手掛けた。また、インターネットラジオインターネットトークラジオのギリクオブザ・ウィークというインタビュー番組を録音したテープを販売したこともある。 Windows 向けのソフトウェアも販売していたことがあり、最初の商用ウェブサーバーウェブサイトなどがあった。オライリーは、ピアソン PLC と提携し、サファリブックスオンラインを提供している。このサービスは、4000以上の技術書をオンラインでプレビュー可能にし、料金を支払って閲覧できるようにしたものである。アドビプレス、アルファブックス、シスコプレス、ファイナンシャルタイムズプレンティスホール、 マイクロソフトプレス、ニューライダーズパブリッシング、オライリー、ピーチピットプレス、プレンティスホール、プレンティスホール PTR、K、サムズパブリッシングといった出版社の書籍が参照可能である。サファリサービスは、教師がサファリにある書籍から部分を抜き出し、自身の教材を加えて、独自の教科書を編集できるようにしたものである。 サファリアフィリエイツプログラムでは、サファリブックシェルフの書籍に、他のウェブページへのリンクを埋め込んだり、サファリの検索結果をブログなどに埋め込めるようにした、ものである。オライリーネットワークは、開発者やユーザーが興味を持つような記事やブログなどへの、リンク集を提供している。また、ベンダーと連携し、次のようなサイトを運営している。ありがとうございます。